はい、ナパンです。僕は航空管制官エアポートヒーロー羽田オールスターズの続きを遊んできます。はい、今回はですね、ステージ30をやっていきます。7時45分から8時45分というところで1時間の管制ですね。はい、ステージ情報としては早朝の濃霧、緊張高まる航空管制というところで、羽田空港に濃霧が発生、地上は霧によって視界が悪くなっている、レーダーを駆使して完全に航空機を空へ送り届けようというところですね。では、ボーナスチャレンジのところですね。5機を滑走路 34L へ着陸達成。あとは着陸復興指示をせずにクリアと。で、最後に滑走路2204を使用せずにクリアというところで、一番上の滑走路を使わずにクリア。なるほど。では、やっていきましょう。今回ちょっと BGM 違うな。一番初め、到着便1機 ANA384、北から来てますね。あと、出発便については ANA205。こちらが第3ターミナルから出発ですね。はい。では、まずは ANA384 ですね。今回のボーナスチャレンジとしては、着陸達成のところだけクリアすれば OK なので、ここの上の22ランウェイを使うと、NG になっちゃいますと。はい。34L、まず使いましょう。で、すぐにエアドゥ32が追加になりましたね。で、こちらも北からか。はい、では、こちらのエアドゥ32についても、北から来てるので、34L ランウェイ使いましょう。ちょっとタイミングほぼほぼ同じで、ちょっと怪しいですけど、エアドゥをちょっと減速させて、ちょっと余裕持たせれば大丈夫かなと思いますんで、はい、やっていきましょう。はい、出発便 ANA205 ですが、今回はもう05ランウェイ使った方がいいかな。タクシールート A で行きましょう。で、ちょっと今回ですけど、ちょっとこのゲーム上の縛りをちょっと入れてみたいなと思ってます。で、それがですね、この到着便については、この視点を、航空機、こちらにしないと、その大型か小型かっていうのがちょっと私わからないんで、到着便についてはこういう視点で、この航空機の視点で見るんですけど、羽田空港内は、この管制塔でちょっとやってみたいなと。けどこれ、見る側、辛いな。この緑の線だけしか見えないっていうのもなんかちょっとあれですけど、まあ、実際の管制官だとこういう状況があるっていうことですよね。なので、まあシミュレーションゲームなので、ちょっとこれで今回やってみたいと思います。では ANA139 に到着便ですね。こちら、南から来ていて、第2ターミナル。これは南から来てるから 34L ちょっと危ないですね。34R にしましょう。レーダーを駆使しながらって言ってるんで、やっぱこの右上のこのマップを見ながらっていう感じなんでしょうね。なんか携帯で見てるんですけど、ほんとこれ見えないですね、なんも。これ動画になるかな、そもそも。なんか真っ白なところにちょっとぼんやりと何かが見えるぐらいで、別のステージでやった方がいいかな。で、第3ターミナルから出発の ANA403、こちらについても05ランウェイ行きましょう。はい、タクシールートですね。はい、SNJ65 ですが、第2ターミナルから出発ですね。こちらもちょっと考えたんですけれども、34R になると ANA と、ニアミスする可能性があるんで、05ランウェイで固めましょう、一旦。はい、タクシールートですね。いや、なんも見えないな。ANA384。やっぱりそうか。アラート。やばい。ここでゲームオーバー？もしかして。全然今見えてないですけど。ずーっと鳴りっぱなしのパターンかな。ANA384、着陸許可ですね。ANA139 にも着陸許可。多分ずーっとこれアラートなるか、ニアミスで終わるか、どっちかっすね。前も一回これあったな。けど、ノームで何も見えない。多分、この横側に、ほんと綺麗に並走して走ってると思うんですよね。大丈夫かな？
そこをちょっと気をつけながら、まあ、気にしながらやっていかないといけないですけど、 SNJ42 到着便、追加になりましたね。南から来ていて、これはボーナスチャレンジ取るために 34L 使いましょう。あ、アラートやみましたね。はい、で、エアトゥー32についても、着陸許可出しましょう。到着便 ANA326、こちらが、こちら南からか。これ無理じゃないこれ。34R ちょっと使ってみるんですけど、ちょ危険なのが先、こっちだよな。待機。で、もう離陸許可していいんですけど、ここでどうなるの？待ってくれたの？あ、よかった。けど、まあ、離陸許可出しましょう。ANA205。はい。はい。で、ANA384 ですが、到着しました。こちらは、ちょっと147スポットに入れましょう。タクシールート A ですね。で、同じタイミングよ、ほんと。指示が出せるか。こっちはタワーハンドオフ。55スポット入れましょう。ANA1392。はい。で、この後に SNJ タワーハンドオフしないといけないですけど、一旦これも、もうちょっと待機かな。はい。で、タワーハンドオフ。こういう時は一旦待機させましょう。はい。で、エアドゥ30に到着しました。こちらについては、スポット61に入れましょう。上から行きましょう。タクシールート A ですね。で、SNJ65 は、ほんと全然見えないですけど、いや、これ、やめた方がいいかな、この、管制塔のやつ。で、SNJ65 は、離陸許可ですね。ちょっと航空機に変えますね。見ていただいてる方目線で考えると、何も見えないのは本当辛いと思うんで、真っ白な画面ずっと見せられるのも辛いと思うんで、やっぱこれに変えます。もう多分やりたいなら裏でやります。はい。SNJ42、着陸許可出しましょう。はい、エアドゥ34ですね。こちら 34L から行きましょう。エアドゥ34も北から来てます。ANA1222 も北から来てます。で、先ほどの、漢字からすると、あ、34R、勝手になっちゃった。ちょっと考えてたのが、エアドゥ34、多分こう200ノットで、ANA が240ノットだと思うんですよね。けれども、22ランウェイ使っちゃダメって考えると、どのルートが最適解なのかがちょっとわからなくて、まあ、そこら辺をちょっと喋ろうと思ったらもうタイムアウトしちゃいましたね。はい、SNJ40 に到着しましたね。こちらについては、この54スポットに入れて、タクシールート A で行きましょう。上から行きましょう。はい、ANA326 到着しましたね。こちらが、あれっすね。ランウェイ指示漏れ、だったんで結構遠いところになっちゃいますけど、この時は、どうしようかな。そうか、106にして、タクシールート C で下側から行きましょう。はい、ANA403 離陸許可出しましょう。05から出発ですね。はい、エヴァ181ですね。第3ターミナルから出発になりますけど、こちらも、16R から出しましょうか。これは NG ならないんで、はい。16R から行きましょう。これはちょっとありえないんだけどな。これは、これがサムネかな。こんなキツキツな歓声やだっていうサムネかな。先ほど ANH302 の到着便、指示しました。ランウェイ 34L ですね。北から来て 34L の方に向かってます。まあ、一つ前のエアドゥで、おそらくボーナスチャレンジ達成するとは思うんですけど、念のため、ANH302 も 34L からというところでやっていきましょう。これでやっと ANA とエアドゥが、
まあ、34L と 34R で分かれたことによってちょっと間が空いたか、まあそうなりますよね。いや、これでニアミスとかなったら怒っちゃうよ、ほんと。エアドゥ34と ANA1222 はもうほぼほぼ同じ、走行してるので、共に、着陸許可出しましょう。34L34R ですね。で、次 SAJ62 来てますね。34L 使いましょうか。SAJ62 が、これストラッシュドエアーか。小型っすよね。まあ、PP うるさいな、ほんと。で、ANA1282 が、大型だから、で、南から来てるんで、ぶつかる可能性がある。そっか、23ランウェイ使うっていうのもあるのか。ランウェイ23のこと完全に頭から抜けてましたね。で、先に、一回これ、ニアミスした経験があるんで、エアドゥ34到着するんですけども、すぐに、これは第3ターミナルだったかな？ちょっと待ちましょう。これで L10、第1か。A10 で行きましょう。で、ANA1222 も到着しましたね。これは C11 の方が良さそうだな。どうだっけ？ANA1222 がどこを行くかが完全忘れちゃってるんですよね、私。ちょっと他のをちょっと先に指示して。あ、よかったよかった。ANA1222 も到着しましたので、スポット58に入れましょう。いや、先に、こっちだ。エアドゥ34、スポット58に入れましょう。はい。で、その後に ANA1222 を、スポット63に入れましょう。共に第2だったか。で、エアドゥ34が、移動し始めたら、移動し始めましたね。はい、移動し始めたので、エヴァ181、離陸許可出しましょう。はい。で、続いて ANA241 も出発承認出しましょう。はい。はい、出発便 ANA241、第3ターミナルから出発ですね。こちらも、とりあえず、まずは 16R、タクシールート E の方がいっか。B で行きましょう。で、到着便、あれですね、2機追加になってますね。ANA284 北から、で、今回は JAL は1004は南から来てますね。まあ、そこまで気にしなくてもいいんですけど、国際線か。あ、ちょ。おい。邪魔しないでもらえる、ほんと、この。なんで向こう、パイロットが優先なのよ。ANA が指示できなくて 34R になっちゃいました。で、JAL は 34L で行きましょう。はい、ちょっと見づらいですけど、SNJ60 に到着しましたね。34L ですね。はい。で、その後に、続いて ANA1302 も着陸許可、34L2 っていう形ですので、ちょっと早めに、移動させましょう。で、ANA1282 も着陸許可ですね。着陸結構同じタイミングで来てるんで、ちょっと気をつけていきましょう。すぐって言ったのに、A10 指示できなかった。いや、指示固まりすぎステージか、これは。で、SNJ60 に到着しました。第2ターミナルです。安全に、上から行きましょう。スポット66っすね。タクシールート A で行きましょう。と、ほんと順番をちょっとミスるだけで指示できないとかっていうのがあるんでしょうね、ほんと。
あ、気がついたら ANH30 に到着しましたね。34L。こちらも、A10 グラウンドへに指示しましょう。はい。で、あとは、ANA128に、05ランウェイ到着しました。は？え？こん、え？ちょ。え、こんなことあるの？これ。あ、そういうこと？まず ANA130 にはスポット70に入れましょう。南からでタクシールート C で行きましょう。はい。そういうことあるんだ。そういうことか。これ、大型だから、この小型の、このスポット70とか69とかっていうのが入らないんだ。え、これどうすんの？これ、こういう時。ゲーム終了するまで、永遠に待機っすか、これ。ANA241、リリー許可出しましょうかね。いや、ちょっと待とう。危ない。こっちだな。はい、JAL1004、着陸許可ですね。もうそろそろこの着陸体制入ったんで、すいません。ANA241 出発便については、それが終わるまで、ちょっと、滑走路前待機でお願いします。スタートするときに、あれっすもんね。この機器が離発着しますみたいな情報があるから、そこまで考えて、小型だからちょっと下側に入れようとか、指示しないとダメなの？真っ赤。真っ赤で終了ですね。あ、ハード。これで全部完了か。はい、というところで今回ここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。